仕事か。行くか釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。餌忘れた。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。今回訪れたのは津市の海岸。こちらからキスを狙いにやってきました。投げ釣りで本格的に狙うのもいいですが、手軽にちょい投げでも狙えるので、みんなでワイワイ楽しみたいと思います。まずは今回のゲストの紹介から。番組では珍しく NG シーンも見れるかも。さあ今回は津市の海岸サーフへとやってきています。こちらから手軽に楽しめるキス釣りを楽しもうとやってまいりました。さあ今回のゲストの方を紹介していきましょう。まずは夏川さんです。おはようございます。おはようございます。お久しぶりですね。はい、はい、本当に以前もここでね、キス釣り楽しんだと思うんですけれども、はい、今日もキスということで、はい、釣りたいですね。はい、うん、どうしよう、どこから続けたいですか。いっぱいがカミカミだったけど、うん、もう一回やるか、もう一回やるか、もう一回やって、もうちょっとまとめて、もったいないかな。さあ今回は津市の海岸、こちらサーフへとやってまいりました。今日は手軽にできるキス釣りを楽しもうということで、今回のゲストの方まず紹介していきましょう。まずは夏川さんです。おはようございます。おはようございます。夏川さん、お久しぶりですね。はい、本当です。はい、嬉しいです。嬉しいですね。今日はいい天気にも恵まれました。はい、はい、もうしっかり釣って帰りたいですね。以前もこちらで一緒にキスを楽しんだんですけれども、はい、あの時も結構釣れましたので、今日も釣りたいですね。そうですね。はい、天ぷらします。天ぷらします。そして夏川さんといえば、やっぱりね、歌手活動を。はい、あ、そうなんです。今日はね、グループの乙姫のメンバー2人で来ました。紹介お願いします。青木美奈子さんです。はい、おはようございます。おはようございます。青木美奈子です。乙姫ではミナと呼ばれております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。アキさん、ミナさんとお呼びできればよろしいでしょうか。はい、そうです。ミナさんもですね、歌手活動をされているということで、はい、ソロの曲が入るんですよね。はい、そうです。新しい、私はあと5分、あと5分、はい、テロップで流れてますけどね、はい、私も大好きな曲です。ありがとうございます。ミナさんの曲は、はい、私はトアの愛、永遠の愛と書きまして、トアの愛と呼びますけれども、はい、そちらの方を入れていただきます。見ていただいている皆さんにも楽しみにしてもらいたいと思います。そしてお隣、林先生です。おはようございます。林です。よろしくお願いします。林先生も釣りをされていたと伺っているんですが、うん、昔、大昔、チヌケンでした。チヌ釣りされてたんですね。はい、そうです。おー、今日は一緒に久しぶりの釣りを楽しみたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、お天気にも恵まれました。みんなで楽しみますよ。行きます。今日はですね、いつもキス釣りだと天秤仕掛けでするんですけれども、この胴突き仕掛けで今回狙ってみたいと思います。胴突きにすることでですね、このまたこれ投げやすい形状にもなってますし、根掛かりもしにくい形になっているので、扱いやすいのも一つで、この重りをね、寝かすこともできるし、ちょっと立てることで仕掛けが浮いてふわふわと誘うこともできると。もちろんキスだけじゃなくて、いろんな、ね、魚にも使えるんですけど、今日はこれでチャレンジしてみたいと思います。これで杭が良ければまた半分にしたり短くしたりして誘っていきます。行ってきます。ここ入ろうか。遅れてきた人が多いよ。寝坊してしまいました。おはようございます。そんなこともあるか。おはようございます。お待たせしてます。申し訳ないです。そんなこともありますよね。気を取り直して、さあ頑張ろう。ハリスも長めになっているので、結構長く食ってくれる。
はずです。いや、あれ？どこ飛んだ？バイバイバイ、さよなら。バイバイバイ、バイバイ。今日はね、その分あのおめえ返上できるように頑張って釣っていきたいと思いますので、行ってきます。まさかのコツっていうあたりがないですよね。ないです。台風でなんかちょっと変わっちゃった、変わっちゃったかな。1投目行きたいと思います。変えてあげて、動くうねうねするので、あの誘いになるから。あ、はい、うん、分かりました。カニか。台風前まではよく釣れていましたが、キスももう落ちてしまったのでしょうか。向こうまで探ったんですけど、一回も当たりない。なんででしょう。林先生はキスも自宅待機かなって言われてました。当たりないです。自宅待機です。粘ること約2時間。ちょっとサイズは小さいですが、ようやっと1匹釣り上げることができました。いやいや、いいサイズ、いいサイズ。そんな中お見事。いや、粘った甲斐がありましたね。あ、よかった。粘った甲斐がありました。本当に素晴らしい。ちょっとこの台風とかでかなり大雨が降って、ここも多分底荒れしてると思うんで、まあ、時期的にキスがちょっと落ちてったのかなっていうちょっと状況の中、見事な1匹です。キスミ君やりました。ハゼ、はい、が今狙えるので、近場で狙えるので、なのでみんなにまた当たりを感じれるようにちょっと移動したいと思います。キスがダメならハゼを狙ってみようということで移動です。やってきたのは岩田川河口。ハゼはどうでしょうね。仕掛けはライトショット、投げハゼセット、立ち天秤スマッシュを使いましたよ。すると早速林先生にヒット。いや、十分十分。これでも当たり、コココンってきました。いいですね。おめでとうございます。久しぶりのお魚の感触はどうですか。1投目の一発。最初からハゼ着とけばよかったですかね。よし、これから盛り返していっぱい釣りましょう。先ほど使ってたキスのタックル、そのままで少し仕掛けを変えただけなので、割とどちらも狙える、手軽に狙えるターゲットだと思います。プルプルって、プルプルってきた。え、切ってきた。続けて夏川さんにもヒット。じゃあ新しい魚ゲットで、はい、やりました。イエイイエイ。本当今年は県内各地域でハゼが好調と聞いた通り、すぐ釣れます。あ、当たりがあるとやっぱり楽しいな。そのままちょいてください。よいしょ、いい当たりが出ました。底がゴツゴツ、貝殻がいっぱい落ちてたりとか、ゴツゴツするところが多いので、横に引くっていうよりもちょっと縦にこう誘っては前に前に前にって誘ってくると、根がかりも染み込むんでいい感じに釣れます。ダブルヒット。サイズも似た感じでですね。ね、本当にこのサイズ、まだこんなにハゼが序盤なんで、これぐらいのサイズですけど、大きいとこれぐらいになるから、あ、そんなもん。本当にこの柔らかめの竿を使ってもらうと、より当たりが明確に出ると思います。私ちょっとサイズアップしたと思ったら、全然皆さんのがでかい。どうぞどうぞ。上位サイズに引っかきました。よかった。プル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 ってきました。あ、気持ちいいですね。よかった。
なかなかキスは手強かったんですけれども、はい、派手に切り替えたあたりも増えましたね、はい、うん、ね、これからシーズン本当にどんどん良くなってくるので、はい、また手軽にできる釣りなのでみんなで来ましょう、はい、ということで今日はお疲れ様。なんとかハゼの当たりを楽しんでもらえて良かったです。ハゼはこれからシーズン本番ですよ。ぜひ楽しんでくださいね。フィッシング U 四日市店から四日市周辺でシーバス65センチまでを4匹の釣果、ただいま堤防釣りと食のフェアを開催中。おすすめ商品や便利グッズを展開しています。さらにアオリイカフェアも開催中です。エギング、ティップラン、野猿釣りなどにおすすめのアイテムが揃っていますよ。カズ釣りシーズンにぜひチャレンジしてくださいね。中津浜クロちゃんと船から稲葉さん、チヌ50センチと年なしをキャッチ、荒木さんスーパーライトジギングで赤旗を釣られました。神谷さん、こちらはティップランエギングでアオリイカを釣られていますよ。イカダも遊漁船もどちらもぜひご利用くださいね。南伊勢内瀬釣りセンターから大村さん、クロダイ24センチまでを45枚の釣果です。浅野さん、クロダイ 24.2 センチまでを38枚、こちらも数釣りを楽しまれました。山田さん、クロダイ 51.2 センチまでを5枚、年なしが混ざっていますよ。数も型も好調です。的屋有岡渡船からイカダ、カセの料金は大人1名様4000円、女性中学生が2500円、小学生以下が無料となっています。イカダは6人用を9台、カセ 2,3 人用を13台ご用意していますよ。大型のクロダイがコンスタントに上がるフィールドです。ぜひお越しくださいね。月間プレゼント、釣り券よりミチ糸とハリスのセットを3名の方に、フィッシング U よりイカダテトラセットを1名の方に、明豊化学工業よりバケットマウス BM5000 を1名の方に、 NTEC マリンよりレンタルボート一日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。